はい、ハロー YouTube、皆さんどうお過ごしでしょうか。今回は人は変えられないっていう話をしようと思ってまして、結構これ深いな、そしてこう人生においてベーシックな概要かなって思ってまして、人生において全ての悩みってお金って大事ですけど、そこにつながってるのって人間関係だと思うんですよね。人間関係ってこじれるじゃないですか。プレッシャーかかるじゃないですか。ストレスかかるじゃないですか。僕今は全振りで人間関係というかストレスがないような生き方を今してるんですけど、そのポイントって人間関係がない仕事、働きかけをするっていうところに一つあるんですよね。生まれてからいろいろね、両親にこうしなさい、ああしなさいって言われて、いろんな刷り込みが働いてくると思うんですけど、こうしないとダメとか、人生ってこうだよねとか、頑張らないとみたいな、努力しないととか、僕頑張るのも努力するのもめちゃくちゃもう嫌な人間になっちゃったんですね。で、おかげさまで今は選べる人生というか、ちょっとテーマとは違うんですけど、人間って自己コントロール感があると幸せらしいんですね。自分でこの自分の人生をコントロールしてる、やりたいようにやってるっていうのが幸せじゃないですか。それが収入あろうがなかろうが、自分はやりたいようにやってるから納得できるってことですね。話戻りまして、人は変えられないっていう風に、冒頭にお話しさせてもらったんですけど、人って自分の正義とかやっぱり人を良くしたいっていう気持ちあると思うんですよね。僕もずっとそうですし、その中で人が共感を得るのって本当にそのことがいいと思った時と、あとはその利害関係における、上司だからとか、こうした方が向こうが気持ちいいかなっていうふうに思うから、それうなずいてるだけで、それ以外って人って、皆さんこう変えようとして、それで人間関係こじれがちなんですけど、確かにそうだなって思うんですよね。お金もらってるから聞くし、上司だからとか、こういう関係性だからとか、それで聞くだけなんですね。どうしたら人は聞くかというと、尊敬できる人には人って言うことを聞くらしいんですね。ですなわち上司であれ、いろんな人間関係ありますけど、人を変えようとするんであれば、その自分が尊敬される人間じゃない限り人ってもう言うことを聞かないという、それは事実ですね、でそこら辺を知ってもらうと、こう人間関係ってちょっと良くなるんじゃないかなって思うんですね。上司部下が言うこと聞いてくれないとか、なんでこの人こう言うんだろうとかっていう関係性たくさんあると思うんですけど、結局信頼されてないとか憧れてないっていうところなんですね。お前こういう風に言ってるけど、お前こうできてないじゃんっていう風に思われてる、俺の方がこうできてるのになんでお前に言われるんだよみたいな、そういう、心理ですね。人間心理が働いてるから人は変えれないと。でそこでいざこざ起こると。でもその人の言うことを聞くときにはもうしゃあなしで聞いてると、お金もらってるからとか、もういざこざ抑えたいからっていう風な感じであるとっていうのが一つで、もっと深掘ったときにそれをどう改善するかって言ったら、その言っても変わんないよねってなった時に自分が向き合って変わると。でこれが僕的には答えなんですけど、自分が向き合って相手を変えれるっていうのは自分の価値観を変えるっていうことで、その人がその人の理想を全てこっちでフォローしてやるとその人が変わるんですよね。その人がこうしてこうしてああしてこうしてほしいとか、なんでこうしてんのとかっていう全ての希望理想をこっちが考えて向き合ってやるとその人が変わる、イコール人は変えられないってことが根本にはあるんですけど、人は変えられるってことですね。イコール自分が変わるっていうことですね。これは結構こうなんかすぐできるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、すぐできないよねっていうふうにも思ってます。でも楽しいです。人を変えられる、変えられない、変えられる、変えられない、一番変わるのは自分っていうことなんで、どんどん自分が進化するっていう過程の一つですね。あらゆるトラブルって人間関係じゃないですか。そうやってエゴとエゴの衝突、正義の振りかざし、こうしたらいいよ、こうしたらいいよ、一人一人が宇宙持ってるんで、こうしたらいいよも分かるけど、
自分はこういう価値観ありますよっていうね、そこでみんなぶつかって、まあ、もっと言えば戦争になってるかもしれないですしね、まあ、そういうのが仕組みなんで、こう仕組みがね分かったら、その人の気持ちとか、あこの人こう思ってるからこうやってるのかなとかっていう風にあると思うんで、向き合ってこっちが折れてっていう感じですかね、こっちが折れてその方にどうしたらその人が幸せになってくれるかっていうね、ちょっと全然違う向き合い方に発想の違いになると思うんですけど、そういうところで、まあ、人生って良くなっていくと思いますし、世界が良くなっていって、地球が良くなっていって、こう宇宙が良くなっていくかなっていうね、そういうふうにも思いました。はい、ということで、まあ、僕もうどんどん進化成長していって、この幸せ研究所をもっと価値あるもの、なんか響いてもらったら嬉しいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。